医師の働き方改革を議論してきた有識者会議は、報告書の中で2024年度から一般的な勤務医の残業時間の上限を一般の労働者と同じ年間960時間にするとしました。一方、地域医療を支える医師や研修医などについては、残業時間の上限を年間1860時間まで認めるとし、連続勤務を28時間までに制限するなどの措置を義務付けるとしました。年間1860時間の残業時間は、1ヶ月あたりで見ると、いわゆる過労死ラインの2倍近くになっていて、過労死した医師の遺族などからは、これでは過労死はなくならないなどと反発の声が上がっています。